大久保先生と御仏線に来たよ。先生、行きましょう。はい、行きましょう。はい。大久保先生とキャプテンが御仏線へゴー。春競馬で真っ盛りの独占取材スペシャル。最初の特ダネは先週第90代ダービー馬に輝いたタスティエーラ。デビューから成長を見守った担当調教助手はなんと大久保先生のまな弟子、高橋智博元ジョッキーだ。いかがですか、先生を目の前にして。あ、だいぶ緊張してます。久しぶりだもんな、こうやって話すんですな。そう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 、なかなか会う機会なくてね。タスティエーラのダービー制覇おめでとうございます。ありがとうございます。改めて今のお気持ちはいかがでしょうか。とにかく、まあ、ものすごく嬉しくて、はい、まあ、ほっとしたというか、はい、まあ、クラウンもダービー3着でしたので、はい、クラウンもうまいやつなのか。はい、そうです。ああ、そういう感じは余計だな。ゴールの瞬間っていうのは、まあ、大接戦でしたけど、まあ、生で直線目の前では見れてたんですけど、まあ、ターフビジョン見て、あ、ギリギリ残ったのかなっていう感じで、はい、まあ、だいぶ込み上げてくるものがありました。声が出たんじゃないですか。あ、そうです、はいはい、先生の一門というか、お弟子、まあ、一番最後の弟子と言っていいんじゃないでしょうか。はい、その騎手としてはね、なかなかね、はい、思いにいかないんで、それでもね、はい、やっぱりこの馬をやるということにね、職業、はい、を変えてね、はい、ここまで来ましたんでね、はい、うちの一門ではダービー勝ったのは初めてですから、まあ大したもんですね、はい、もうこれは大久保選手を超えたと言ってもそうだね、とんでもない。高橋さんも超えたっていうことですね全く足元にも及ばない、ま、足元及びませんか先生の元にいた時の一番の思い出って言ったら何になりますか。思い出、はい、まあ、メジロマントルの先生の400勝のメモリアル、はい、400勝の時そうだったね、とか印象に残ってますね、うん、まあ、乗り方とかも、はい、まあ、厳しくご指導してもらって、はいはい、まあ、すごい下手くそな僕にもいっぱい乗り鞍用意してくださってっていう感じで、まあ、大久保先生がいなかったら、まあ、ジョッキー人生ももっと短かったんじゃないかなと思います。まあ、人間的にはね、すごく真面目でね、一生懸命やるので、まあ、誰からも好かれたし、そういう意味ではね、この世界では結構ね、やれるかなと思ったんですけど、まあ、こういう形でやれるとはね思わなかったんですけど、はい、勝った時に見てて、うちの家内と一緒に見てたんだけど、ああ引っ張ってる引っ張ってる、すごい笑って、な、喜んだ顔見えたんでね、あ、よかったよかったって言ってたんだけど、デビューの頃から、はい、やっていらっしゃったという、うん、印象どうでしたか、最初の頃は。クラウンにも似てて、はい、うん、まあ、かつクラウンよりも扱いやすいというか素直な子で、はい、うん、クラウンと比べるとちょっとこうビビリというか、はい、小心者みたいな感じはあるんですけど、うん、まあ、すごい根は素直で乗りやすくて、うん、まあ、扱いやすい馬だなっていうのと、まあ、背中走り方もすごいいい馬だなと思ってはいました。今後のタスティエーラに期待することはどんなところでしょうか。この状態を、まあ、1というか、まあ、上目指せるように、まあ、乗っていきたいかな、扱っていきたいかなっていう感じです。まあ、馬の素質を邪魔しないようにっていうところですかね。それでは最後にファンに向けて、タスティエーラについて一言お願いします。タスティエーラの、まあ、素質能力を壊さないようにサポートはできる限りしていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。改めましておめでとうございますということと、あと、大久保先生ウイニング競馬に出てるんですが、はい、オンエアはご覧になって。あ、はい、しょっちゅう馬券が当たった時の王冠かぶってるわけですけども、その辺は見ていただいたことは。あ、それは見たことない。あ、そうですか。ぜひちょっと一度、はい、それだけ当たってないってことなんだね、逆に言うとね。すいません、そんなことないですけど。そして本日の土曜重賞G3 ナルオ記念の特ダネもつかみましょう。関東のホープ菅原明騎手を直撃。相棒空手とともに重賞連勝を誓う。3月に誕生日プレゼントでね、あげた私の著書神の馬券術は、はい、大事に読んでくれたのかな。
もちろんです。あんまり役に立たないと思う。無理やりではない。やっぱりなかなかな。そうじゃないですけど。大事に飾っております。ありがとうございます。一応ね、ダービーと目黒記念連勝したんですよ、私。私の絶好調プリは鳴り響いてますか、美穂にも。あんまり届いてなかったですね。すいません、存じ上げておりませんでした。まあ、私のことなんかどうでもいいんですが、先生、菅原君はどうですか、先生から見て。はい、この時ってね、非常にこうなんかちょっと一つ新境地っていうのかな、開けてきてるんじゃないかなっていう競馬の仕方してるからね、いい方向に向いてると思いますよ。先生は多くの弟子を育てられてきましたけども、菅原騎手へ何か助言というかあれば。肩の管理をまずな、大事にしてな、はい、いつでも状態よく馬の力を 100% 出すのが仕事で、負けてもやっぱり 100% 出せばね、それでいいんだしさ、はい、あんまり悪いからつってな、めげないで、常にもう努力するというのを忘れないでおけばさ、はい、ベストを作るってことね、うん、助言を受けていかがでしょうか。はい、もう心に留めてしっかりまた今週から競馬頑張っていきたいと思います。背筋が伸びてるもんね今。はい、ピンと、はい、そして、空手のお話を伺いたいんですが、空手っていうのはね、先生、ちょっと馬券しなかせのところがありまして、うん、なんかね、ちょっと買いづらいなっていう時に勝つんすよ。そうだからね、難しい。そうなんだもん。難しいですか、やっぱり。阪神の内回りの 2000m っていうのは空手自身乗りやすい馬ですし、まあ、しっかり馬をエスコートしてあげたいなと思います。このところの2000でもな、ああいう競馬できるようになってね、いろんな長距離の方とかいろいろ考えてやってると思うんだけどね、いいとこが出てきてる感じはしますけどね、まあ、力はもともとあるんだろうけどね、はい、自分自身もしっかり馬の力を 100% 出し切れるように頑張りたいと思いますので、うん、応援お願いいたします。土曜日の重賞なんで、はい、中継があるので、ね、先生、これは菅原さん、これはインタビューしたからにはもう勝ってもらわないと。そうね、はい、まあ、そうね、じゃないんですよ。だと僕はだって鳴尾記念3勝してんですよ。いやー、まあ、そうだ、そうなんです。そう、3勝してる鳴尾記念はね、はい、だから、まあ、一緒に映ったんだ、大丈夫だ。はい、いい気をいただいたと思います。なんかまた自信が満ち溢れてアドバイスもいただきましたし、もう大丈夫かと思います。はい、期待しておりますので頑張ります。